めっちゃ久しぶりにさ、隅っこ暮らしの商品発見して、コレクションカード組2ってこれ第2弾なんだよね。1弾全然わかんなかったんだけど、2弾はゲットできて、カードがめっちゃ可愛いのついてるの、カード。昔さ、この隅っこ暮らしの、いやめっちゃ可愛い、久しぶりに見たグッズ集めてたんだけどさ、最近見てなかったもん全然。でもさ、今回たまたま発見して、でも1弾あったってことだよね、2。いや待って、1弾やりたいんだけど、これ開封したいんだけど1弾でもとりあえず今回2をね、あの1ボックスゲットできてるから、1ボックスね、あの20パッキー入ってて全部で14種だから、多分つか絶対コンプだよね。箱をまず開けて、ちょパッケージ見てみてね。パッケージの裏とかにラインナップ書いてるかもしれない。なんかキラカードシークレットとかもなんかありそうな感じがする。パッケージこれ、あ、2種か3種ある、2種かな、この2種か、この2種がある。パッケージはザザン、すみっこ暮らしコレクションカード組2っていう商品名。カードがね、ホログラムカード、キラキラ可愛いホログラムカードが付いている。カードが1枚入ってて全部で14種、組の形は全部で9種類はあるということで、トレー組1枚入り全3種。へえ、面白そうだな。グミの形も見るの楽しみ。グミの味なんだろう、これソーダかな、見た感じ。あ、そうだね、ソーダ味で。いや、めっちゃ可愛い。白クマ、ペンギン、トンカツ猫、トカゲ、ペンギン本物、雑草、ニセツムリ、お話カード、すみっこ自己紹介カード、おまじないカード。シークレットとか特にないみたいだね。シークレットあったらもっと楽しかったのにな。シークレット、あの、スーパーレアとかさ、あったらもっと燃えたんだけど。まあ、いや、とりあえず、コンプを目指して、いやー、ゲットできただけで嬉しい。すげーワクワクする。久しぶりの隅っこ暮らしのね、商品だから、すごいテンションが上がっている。これ、フィギュアとかも欲しいんだよね、食玩。前、あの、食玩とかのやつあったじゃん。それもちょっと、またゲットしたいな。まずグミから見ようかな。お、かわいい！グミ超かわいいんだけど。ソーダ味で、ね、ソーダ味グミ。でも、どっちかっていうとコーラ味の方が好きなんだよね、俺。お、来た！ホログラムカード。ペンギンハテナ。メロンアイスに感動。ゆくゆくはスイカアイスにキュウリアイスも作っちゃうかも。かわいい。マジ癒される、こいつら。すげえかわいいよね。これペンギンハテナだね。あと、グミの種類もすげえ気になり始めた、グミ。トレイが3種あって、1つに3枚。あの、3種あるのか。で、サザンが9ということで、グミが9種あるというね、さっと。グミ、お、もう、揃いそう。まあ、そら、揃うわな。こんだけあるんだもんね。もう、余裕でいけるよね。そして、2枚目のカード。買おう、すげえペンギンハテナかの、ペンギン本物が来たぞ。ダブル揃ったわ。一発目にして、ペンギンハテナとペンギン本物。めっちゃ可愛い。ちょっとタキシードサムっぽいよね。タキシードサムにすごく似てるよ。まあ、ペンギンだったら、ペンギンのキャラなんてみんな似たようなもんなるよね。ペンギンだもんね。全部自信作のアイスばかりだけど、お気に入りはピーチ味。星の形の飾りをつけて、つけて出来上がりと。めっちゃ可愛い。え、マジこいつはすごい可愛いよね。おー、トリプルアイスか。アイス食いてえな。全然アイス食ってねえ。アイス最後に食ったのはいつだろう。冬だな。去年の年末ぐらいだわ。アイス食いたくなってきた。三段重ね食いたいね。三段重ね、アイスね。そして、あ、トレも揃うかな。あ、被った。まだ。全種コンプには行けなかったな。とんかつ！さっぱり味のレモンアイスがお気に入り。とんかつにレモン、相性がいいかも。一緒。めっちゃかわいい。え、超かわいくないこれ。ムカつくぐらいかわいいんだけど。すげえ癒される。チョコレート、プラス、チーズなんだ、チーズケーキか。チーズケーキって書いてる。チョコレート、プラス、チーズケーキ。めっちゃ、これイラストがかわいいよね。隅っこ暮らしね。キャラクター可愛すぎる。めちゃめちゃ可愛いキャラが。グミもこれで揃うかな、グミ。グミちょっと全部見たいんだよね、早く。グミ。グミはもう確実に揃うと思うけど、これでコンプじゃないかな。グミ、グミ。あ、コンプだね。ていうか匂いすげえ。まだ袋から開けてないのに。出してないのにすげえ匂い。かもし出してる。めっちゃいい匂いする。そうだろう。これコーラージュを出してほしいな。コーラージュ。でも色は綺麗だよね。色はそうだろうが綺麗だけど。これでグミ全種類コンプリート。よしよし、いい感じ、いい感じ。で、カードも無事コンプできる。おー、かわいい。俺こいつ一番好き。めっちゃ可愛くない？やべえかい。これがあの集合カードか。あ、漫画書いてある。すみっこと、海つこ。すみっこと海子は、ごめん、すみっこと海子。すみっこと海子、ポン、ペン、サン、ソン、スン、セン、ソン、サン。めっちゃ可愛い。いや、字ちっちゃくて読めないんだよね。めっちゃちっちゃくて。モニター越しだと、あれ、めっちゃ可愛い。最高のカードコレクションが増えるわ、今日で。え、コンプできるか不安になってきた。これ絶対コンプしたいわ。めちゃめちゃ可愛い。すげえ可愛くない？このイラストたまんないんだけど。もうグミはね、コンプしたから、グミは見なくても大丈夫。もう、カードだけでね、さっと。きた、トカゲ。
爽やかなミントに甘いチョコミント。俺チョコミントアイスすっげえ好きでさ、小さい頃回転寿司行く帰り絶対にチョコミントアイス食ってたんだよね。チョコミント。チョコミントすっげえ美味しいよね。今も大好き、チョコミントアイス。回転寿司行ったら絶対チョコミントアイスだって。いや、かわいい。こいつほんと大好き。やばくないこのデザインの可愛さ。これフィギュア欲しいんだけど、マジで。あの、プリプリするやつとか欲しいな。フィギュア、超かわいい。マジ、こやつ。めちゃくちゃ、ちょっと悪魔的なやつも出してほしいな、この絵柄で。俺そういうの好きだからね。めちゃめちゃ見て、お、来た。ニセツムリ。残、初だね。実は殻をかぶったナメクジ。嘘ついてすみません。憧れてんのかな、カタツムリに。ニセツムリ、さ、ニセツムリの情報が裏に書いて。ニセツムリも可愛いな。いや、でもやっぱトカゲ動画好きだね。この子すげえ可愛いわ、この子。やっぱ恐竜みたいな、あの、フォルムっていうかさ、そういうあれだから好きなのかもしれないけど。すごく好き。めちゃめちゃ可愛い。で、これ、マジで、余裕でコンプできるの？全然かぶんないね。結構かぶるかなって、ちょっちは不安だったんだけど。白熊。オッケーオッケー。いい感じで切ってるね。うわ、うまそう。アイスクリーム、バニラ。ああ、バニラアイスか。食べたいな。マジずっとアイス食ってないわ。クレープとかも食いたい。クレープとかアイスとかさ、ちょ、甘いものをさ、焼き、ケーキバイキングとか行きたくなってきたな。すげえ久しぶり。お！おまじないカード。隅っこおまじないカード。このカードを水色の紙か布で包んで持ち歩くと、大事な時に落ち着いて行動ができる。お守りみたいなもんだ。見て、ここ。やべえ、可愛いんだけど、ここ。やべえ。めっちゃ癒しだわ。おまじないカードゲットした。いつも一緒だよ。やべえ、癒されるな。なんかこういうの見ると本当に嫌なこととか忘れられるよね。世の中のしがらみ、社会のしがらみ、嫌なことたくさんあるけどさ、こういう可愛いのさ、家に帰ってきてこういう可愛いのゲットしてさ、ニヤニヤするとすげえもん、なんかどうでもよくなるよね。マジで。癒しだわ。すげえ癒しだわ、さっと。お、雑草。雑草も可愛いね。あのポケモンのさ、あの草みたいなね、スケールワードについてくる草。ブーケにしてもらうという夢を持つポジティブな草。お花屋さんでブーケにしてほしいのか。雑草、とってもポジティブ。住み子たちの中では貴重な存在。草。お前所詮草だろって話じゃないけどね。お前所詮ただの雑草じゃないけど。で、あの右半分これで終わりね。右半分がこれで終わり。いや、全然かぶんない。いや、余裕でコンプだわ。もう、さっ、おっとっとっと。いや、でもね、油断はちょっとしない方がいいよね。ここで被りゾーン、左半分だから被りゾーンに入るかもしれない。あとは5枚か。今9枚あるから、あとは5枚で全種類コンプリート。ちょっと不安、待って、あと5枚か。ちょっち不安かもしんない。やばい、ちょっち不安かもしんない。いや、だって、半分でしょ。だって、残り10だから、半分は出ないといけないから、え、大丈夫だよね。コンプできるよね。あれ、ちょっと待ってよ。ライフ5回被ったら終わる。こっちで5回被ったら結構きつい。もう後はなくなるから。大丈夫かな？え、コンプできないんかなこれ。ワンボックスで。あれ？ 4 番の猫とか出てないよね。あとお話カードか。9から12がお話カードだから、13と14は出たね。すみこ自己紹介カードとおまじないカードは、あれ、あの、自己紹介カードだよね。あ、あれお話か。やばい、ちょっと待って、きつい。怖くなってきた。大丈夫だよね。あと3、回だよな。あと3回かぶったらライフはなくなる。ライフはなくなる。かわいいな、ちくしょう。いや、え、待って。あと2回かぶったら、あとはなくなるんだが。え、ワンボックスコンプじゃないのこれ。うわぁ、きつぅ。つ、つ、あと1回かぶったら終わる。あと1回かぶったらもうあとはなくなるから。嘘でしょ。猫とか出したいんだけど。猫とか出したいんだけど。さ、白クマすごい。白クマすごい出るね。これでもあとはない。あと1、2、3、4、5パックだから残ってるの5パック。この5パックで全部ニューが来ないと、うわぁ、甘く見てたワンボックスコンプだと思ってたこれ。全然ダメじゃん。え、コンプしたかったー。ガチでかー。せっかく久しぶりの隅っこ暮らしなのに、ワンボックスさ、丸ままゲットできるのに、超運いいからね、しかもね。それなのに、奇跡起きない。おっしゃ、来たー！はつはつはつ、かわいい。これ、お話カードだね。ここ。めっちゃかわいい。お話カードだ。ザザーン。こう、お話読むの楽しいよね。白車の友達。めっちゃ、いや、マジのほほんとするわ。こういう世界観入りてえな。こん中入りたいよね。めっちゃ可愛い。癒された。ありがとう。お話カード来た。お話カード。お話カード。よし、いい感じ。この調子で。え、待って、被んないね、ガチで。1枚でも被ったらもう終わりだから。
この分いないから。頼むぞ。お話カード来て、そして、猫来い、猫来い、猫。よっしゃ、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 来てる、来てる、来てる。これもお話カードだよな。お話カード。え、かわいい。ぬいぐるみ欲しい、こいつら、でっけえの。でっかいぬいぐるみ欲しくね。めっちゃ抱きついて寝たいわ。股に挟んで寝たい。めっちゃかわいい。海っ子暮らし図鑑。熊の実。人で、ハテナ。人で。このハテナシリーズいいよね。ウミガメ。ハリセンボン、クラゲ、ウミネコ、ペンギン、本物。やべ、めっちゃ可愛い。あ、これ自己紹介か。え、これ話カードだよね。あ、ナンバー見る。あ、12だからお話カード。そう、ナンバー見ればいいんだね。ナンバー9から12がお話カードだから、これもお話カード。めっちゃいい感じ、いい感じ。マジで、ドトノラシ来てる、ドトノラシ来てる。これ、いけるぞ。あと、だって、猫来てないんだよな。猫出したい、猫見たい、猫、猫、猫。ドゥドゥルトツカ、ドゥ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 。かわいい、こ、表情。注目、表情に。めっちゃかわいい。これマジ癒されない。フィギュア欲しいな、これ。食玩出してくんねえかな、こういうちっちゃい食玩たくさん、隅っこ暮らしの。すげえ、あ、もう出てるかもね。俺が見逃してるだけでもしかして。隅、あ、これが自己紹介カードだ。13番。これが、13番の、そう、13番だから、自己紹介カードだ。自分について書き込んでお友達に渡してね。隅っこに例えるなら、あー、トカゲがいいけど、俺トカゲがいいけど、白熊だろうな。やっぱトカゲにしよう。トカゲ。俺トカゲ好きだから、やっぱトカゲにしたいなっていう。自己紹介カードいいね。交換したいわ。する相手いないけどね。隅っこ暮らし俺の周りで知ってたら多分俺だけだと思う。俺一人。あ、でもみんな動画見てくれてたら知ってるとは思うけどさ。隅っこ暮らしの。隅っこ暮らしの動画なんて見ないよね。興味ない人ね。興味ある人しかさ、隅っこ暮らしなんて見ないもんね。隅っこ暮らしの。めっちゃ可愛いのにな。どんどん広めていきたいわ、ファンを。すげえ可愛くないこいつら。やばいよ、この可愛さ。めちゃ癒されるもん。これ広めていこう、どんどん。布教していく隅っこ暮らしを。めっちゃ癒される。小人図鑑もね、復活、小人図鑑もすごい好きなんだよ。俺小人図鑑とかこういう白熊とか可愛いのがすごい好きでさ、小人図鑑もす、めっちゃ広めたかったんだけどさ、気持ち悪い気持ち悪い言われてさ、あんなに可愛いのにな。嵐黒までとかすげえ好きだったのに、池の水草とかさ、超懐くない。池の水草とかすごくすげえ。で、ラスト。これで猫が出たらコンプじゃない？っていうか猫出てないよね。猫出てないから、猫が出たらコンプリート。やっぱワンボックスコンプだ。よかった、これ絶対猫だよ。 100% 注意、 100% 猫キャット。はい、間違いなく猫ゲット。氷で猫、ね、ほらな、よかった。やっぱワンボックスコンプ。めっちゃ焦ったけど途中。紛らわしいな、おい。途中めっちゃ被り地獄入ったけど、なんとか。え、コンプだよね、間違いなく。ちょっと並べてみる。やっさあ、コンプだった。やっぱ間違いなく。全種類コンプリート。超可愛いんだけど、ザン、ドゥルって言ってる。トカゲ！やっぱトカゲ一番可愛い。生まれ変わるならトカゲがいいね。この中で生まれ変わるなら、絶対に。いや、でもね、雑草もちょっと好きなんだよ。こいつ雑草。お前女性草だろっていうね。草。いや、この雑草強く生きる感じがすごくいいなって。でもトカゲやっぱ可愛いよね、フォルム的に。すげえいいなと思っている。トカゲやっぱ推しのキャラかな。隅っこ暮らしでは一番推しのキャラ。トカゲね。めっちゃ可愛い。それではでは、またしっかり次の隅っこ暮らしのカード組のね、第3弾の開封動画でお会いしましょう。最高のね。いや、これおすすめ。このカード組第2弾、みんなを見つけたらぜひゲットしてみて。特にこのね、トカゲ、俺推しだから。この子すげえ推し。めっちゃ可愛いわ。あと雑草もね、このお話カードもすごい気に入ったわ。和むね、ほんとこの世界に入りたい。めっちゃ可愛い。癒されて帰ってきたいわ。そうすればまたこの社会で頑張れるね。この辛い、苦しみしかない社会で頑張っていけるぜ。癒されたいね。これだけでも癒されるもんね。これだけでも人生にやる気が出てきた。ありがとう、トカゲ。